ということで始まりました、村田理香のいきなりちょっと言い回し間違えてますね。テイク2でいきたいと思います。はい、ということで始まりました、 MT 風塾所51歳の村田理香がお届けします。バーチャルスナックリカと題しまして、酔いどれライブ第2弾ですよね、お届けさせていただきました、毎週土曜日、夜10時から、行う予定を、で行きたいと思って、昨日がその、営業日的な感じの、初日だったんですけど、5時間30分の営業時間、ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。ずっとフルタイム5時間30分のその収録、ライブ収録をですね、改めて見直したわけではないんですけれども、5時間半も見るのは面倒くさいので、要所要所端々を飛ばしながら見たんですけども、最低ですね、私ね。なんかもう少し色っぽく妖艶に、その女性らしくっていうんでしょうかね、そんな酔い方でライブがお届けできたらいいななんていうふうに思ってるんですけど、酔えば酔うほどに飲むほどにひどいですね。でもあれがありのままというふうに私は思ってます。はい、しかしでもよく喋りますね、私ね。5時間30分、ずっと喋り通してますね。よく飲みますし、よく喋りますし、本当は私の飲みのスタイルはどちらかというと、たらふく食べて、お腹パンパンになって、そこから飲み出す、タバコを吸い出すとかいうパターンになることが多いんですけど、昨日に関しては一応おつまみ買ってきてたんですけれども、テーブルがですね、ちょっとテーブル前にもお見せしました。ちょっとテーブル映るかな。こういうテーブルなんですよ。こういうこうなんかサイドテーブルっぽい、サイドテーブルっぽいテーブルなので、見てもらったようにパソコン真ん中にレイアウトして、で昨日買った照明がですね、両脇に置くとおつまみを置けないという状況で、結局おつまみ抜きでずっと飲んでたわけなんですけど、なんか変な酔い方してましたね。変な汗出てます。昨日、ちょっと買ったですね、その照明としてこれでいいかなと思って買ったのが、ドンキで買ったってお話したじゃないですか。こういう、フレキシブルなやつに、こういうふうに、これ USB なんですよ。要は懐中電灯みたいなものなんですね。で、ちょっと今つけてみますけれども、わかりますよ、こういう光具合ですね。これをこういう風に真っ白になりますね。こんなに明るいんだ。すごい。もしかしてこれ、3段階で落とせるの。このぐらいに機能すればよかったですね。昨日は本当に
試行錯誤だったので、ぶっつけ的な感じで、まあ、特にあのこういう風に、撮ってあげるっていう感じの YouTube じゃない、ライブですから、もう本当にぶっつけだったんですね。ちょっとあのそこはまた試行錯誤の中で創意工夫をして、まあ、臨機応変に対応していきたいと思います。まあ、ちなみにあのこの四字熟語3つなんですけど、あの私ずっとその社会人になってからほぼほぼ営業なんですよ。なんだかんだその電話の営業もあったり、そのいわゆる飛び込み営業みたいなのもあったり、あるいはその普通に接客販売業でいろんなサービス業、店頭での販売があったり、いろんなその、まあ、とにかく営業するっていうことが必ず何かしらの仕事についている、そういう就業がほぼほぼなんですね。まあ、あの事務をやってる時もありましたけれども、ドライバーとかね、そういうのもあるんですけど、やっぱりその基本的に何十年も営業やってる中で、私の中の営業の三原則なんですね。試行錯誤、創意工夫、臨機応変、この3つが大前提なんですね。まあ、これをベースに営業を行えばですね、まあ、あのおそらくですけど、ある意味納得した、まあ、成果が出せるんじゃないかというふうに、私は思っているんですね。以前に挙げたあの YouTube の動画で、あの南極で氷を売れちゃう営業力をついに解禁するみたいな感じのことをあの封印してたので、あの MTF 事務所、私村田理香になってから、もう今までのその前世での、何もかもはあの使わないで、ゼロからスタートするっていう気持ちでいたので、もう封印だったんですけど、まあでも撮影のご依頼とかがなければ、周知 AV やデートのライフワークの活動ですけれども、生活ができないので、どうしても補う形でアルバイトをしなきゃいけないんですから、その仕事でたまたま今の営業の仕事なんですけども、どうしても成果がやっぱり要求されますよね。女の子、毛が抜けている。なので、まあ、解禁をするということで、解禁するにあたってその3原則。で、あとは、もう一個あるんですけど、実あの私の営業は変幻自在というふうに思ってます。まあのそれを言うとして、昨日は本当にお疲れ様でした。はい、珍しいです。あの昨日 YouTube にあの結果的にアップしているのにもかかわらず、その2日連続立て続けにあの YouTube を上げるっていうのは多分過去に例がないんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、あまりにもあの気の方のがですね、まあ、あの率直に言えばひどいなと。まあ、あの、まあ、でもああいう、そうですね、ああいうふうになりますね。あのバーチャルスナックですから、開店時間が10時であっても、そのお時間ぴったりからあのご来店いただける方ばかりじゃないじゃないですか、皆さんのご都合で。で、大体あのぐらいの時間まであのやってるっていうふうにあの覚えておいていただければ、あのね、お仕事終わって、YouTube でライブのところで言ったら、あ、リカさんまた酔っ払ってるみたいな。また酔いどれてる、酔いどれてるっていうレベルじゃなかったですけどね、後半はね、酔いつぶれてるみたいな感じでしたけども、はい、あの、まあ、そういうふうに覚えておいていただければいいんだというふうに思ってはいます。ただあのすごく耐久レースになる感じなので、一人でずーっと喋ってて、一人でずっとグビグビやってますから、はい。おかげで、あの心なしかですね、あの今日あの喉枯れてるんですね。まあ、あのエアコンずっとついてて、
あんだけ喋ってれば当然のように喉は枯れられますよね。まあそもそもあのハスキーですから関係ないといえば関係ないんですけど、今日は久しぶりに、白熱とさっきちらっと見えたと思うんですけど、それと自撮り棒が三脚状態のスマホ撮りですね。やっぱりあのカメラ性能なんですね。あのさっきちらっと見えた赤い私のノートパソコン、ソニーのバイオなんですけど、で今スマホはソニーのエクスペリアなんですけど、このバイオはですね、もう10年以上楽に昔のなんですよ。あの当時あのいろいろこう組み合わせて自分であの、まあ、その中でですけど範囲の中でカスタマイズして、セッティングして変えるっていうのが売り文句になってたバイオなんですけども、これはでも私の自腹で買ったバイオじゃないんですね。この活動を始めた時に、まあ、今はちょっともうご縁がないんですけれども、あの、ね、やっぱ応援してくださる方がいらっしゃって、私でもうネット環境とか全然お金がなくて YouTube すら上げられなくて、あのチャットとかの仕事もやりたいと思ってもあのやれなくて、そういうのをあの準備して頑張りなさいって言ってくださった、あの、まあ、言ってみればあの白馬の王子様みたいな方なんですけども、ちゃんともうあの今でもアドレスにはちゃんと残ってますよ。ただ私からあのせっつくようなあのコンタクトは取ってないので、多分あの遠くからあの見守ってくれてるんじゃないかなと思うんですけど、その方からあの銀行口座に10万ぐらいポーンと振り、ね、入金していただいて、これであの自分で見繕いなさいっていうふうにそれでいただいたのがこのノートパソコンなんですよ。ちなみにあの液晶テレビ目の前にあのこの間ぐるーっと部屋撮った時にあったと思うんですけど、シャープのアクオスですね。出たばっかりの頃はそこそこ高かったと思うんですけど、これもやっぱりあの村田理香とシューチ AV が出て、あのメンバーさんからテレビないんだってよかったらって言って、あのデートの時にお会いした時に こんな風にこういう風に持ってきてくれてプレゼントしていただきました。まあ、私の結構生活環境、特にあの電化製品に関してはあのそんな感じであのご支援という形が割と多いですね。本当にあの感謝しています。そしてあのいつでもまたあのご依頼ください濃厚にあのお貸ししたいと思います。でちょっとそれましたが、パソコンが10年以上前のやっぱりインカメラだったので、やっぱパソコン撮りは画質、あとその性能的な部分ってやっぱり違うんですね。あの音声の拾い方もなんか音質が良くないですね。でさすがにそこから10年以上進化してスマートフォンの、まあ、同じソニーでエクスペリアで撮ると、まあなんて私ってこんなに綺麗なんだろう。はい、多分今ですね、100人に3人ぐらいの方がご自分 あのパソコンのモニターをパシーンって殴ってひびを入れてるんじゃないかなと、申し訳ないです。そのきっかけを作ったのが私でございます。申し訳ございません、ぐらいな感じでも、あの本当に綺麗に撮れるんですね。別に何かアプリとかを入ってるわけじゃないので、私あのアプリ入れて加工する映像とかって好きじゃないんですよ。あの遊びとかだったら別にいいんですよ。あのプリとかプリクラみたいな感じの、あのなんかワンちゃんのあれつけたりとか、私も遊びではありますけど、あの自分を残すっていうものに対してあの正しく残すことの方がやっぱりいいじゃないですか。だって偽りないことなので、あのそれはね、コンディション悪かったらあのひどい写りになったりすると思いますよ。でもそれが、ね、認めた上で何とかしようっていうね、だからあんまりアプリでこう補正とか修正とかっていうことを好きじゃないんですよ。ただまあ、 あの最低限度のライティングとアングルっていうのはあのその人が持つあの決まった一番あの
いいなっていう角度アングルはやっぱり絶対こう覚えておくべきなので、まあ、それに基づいてやってるんですけど、まあでも照明はとにかくあのこれダメでしたね。おまけに昨日チカ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 あのまああのチャットの方にもあの目が痛いあのみたいなコメントの方にもありましたけど、まあ、私もちょっと見て目痛くなりました。どうしましょう。あの健康被害が出るようであればあの削除しようかなというふうに思います。もしかしたらだからあれですね、やっぱりノートパソコン10年以上前のバイオなので限界があるんですよ、カメラ性能で。やっぱりこうほんのわずかな光でもこう明るく撮れるっていうふうに、これなんか一応照度上げる機能とか上がってるんですね。照度一応上げてはいるんですよ。で白熱灯がこの距離にあるので、これが一番今ベストになんでしょうね。綺麗にあの可愛く見える時は見えるけど、そうじゃない時もあるブラタリカです。はい、ということであの昨日のあの若干ですねやらかした感が強い、5時間30分のもうただ単にあの酔っ払っている人の動画なので、まあバーチャルスナックですからそうなりますけれども、あのちょっとあの次回からはあのお酒の量ちょっとあの私どうしてもペースが早いんですね。割とあのクイ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 やっちゃってすぐにあの潰れちゃうんで、まあ、昨日もあの本当に2時間ぐらいまではまだよしとして、そこからあとの3時間はひどい、あとにかくひどいです。あの本当にスナックのあのママリカがいたとして、今日このあと閉店したらあの持って帰りたいなと、このままホテルにインしたいなっていう気にさせるような映像じゃないですね。もうその時点でアウトです、はい、あのそういうあのステージから一応女性スタンスである人は落ちちゃダメだと思います。落ちないように落ちないようにあの頑張ることが大事じゃないですか。そう思いません？ちょっとこうやって見るとあれですね、今度あの、何でしたっけ、あの橋本真奈美っぽいですね。はい、今ので50人に3人ぐらいの方がモニターを今日々、入れてるぐらいの怒りをぶつけたと思います。ことごとくですね、私あのハードルの高い高いハードルの人の名前ばっかり出すんですよ。西川彩子さんとか、前はあの北川景子とか、どこをどう見て北川景子になるんだお前っていう感じじゃないですか、実際のところ。でもそういうふうにこう自分も行きたいなっていうふうに、やっぱり綺麗な人をずっと見続けると、あのよくペットを飼うとペットとご主人様って似てくるってよく言うじゃないですか。やっぱりそれに近いところで心理的な部分もあるのかなと思うんですけど、やっぱり綺麗な人たちとずっとこうお会いする環境はあのその人はやっぱり綺麗にしていくってですよ。なのであの私は北川景子、私は北川景子ってこうおまじないをかけておまじないかけてなれるんだったらみんななりますよ。私はありなし、まあ、どうでもいいんですけど、まあ、トーク あの本当にあのテンポは私上手なんですよね。まあいいや、それは、ちょっと昨日のがあまりにもあの美しくないぐらたりかな気がしてならず、今日連チャンで上げてます。あのこの動画一応最新になるので、あのこれをご覧になる
毎週土曜日夜10時あのバーチャルスナックリカあの酔いどれライブで、後半はもう酔いどれどころか酔いつぶれ酔いつぶれグダグダライブやってるんだっていうのを、まあ、昨日が初日だったので、あのちょっとまあ参考にあのかいつまんで見てください。たっぷりボリューム5時間半ありますので、もう映画よりも長いですもんね。いやでも本当グダグダすぎますよね。前後編に分かれてるわけでもないですし、まあ、あの適当なところから再生してもあの全然問題ないです。そもそも5時間半こう全部積み上がったロジックの上に何か答えがあるみたいな、あのそういうものじゃなく、ただ5時間半こうダラダラ営業してる中で、あのその時思ったことをただお話してるので、あの、まあ、共通テーマになるところはあのそこはご自宅で一杯、ね、一人寂しく飲むぐらいだったら、昨日の私の、酔いどれライブをあの再生しながら飲んでみたらいかがでしょうかっていうくらいなことです。まあ、できればあの本当はあの今日のエクスペリアちゃん、やっぱりカメラ性能全然違うので、こうやって綺麗に撮れているあの、まあ、自分で言っちゃうんですけど、可愛く撮れている綺麗に撮れている本当カメラって偉大ですね。ソニーさん万歳。もうこの10年以上の間によくぞここまで性能を上げてくださって感謝したいぐらいの気持ちなんですけど、まあ、これでやっぱりなるべく残し続けたいんですよ正直言うとはい、ということで、あの実はさっきからですね、髪をいじるたびに髪がボロボロ抜けるんですね。でこれはあの単純な話、ただあの頭上がってないだけですあ、そう、すいません、あのもう終わっちゃうんですけど、ファッションチェックですね、一応しておきましょうね。どうすればいいんだろう、立ち上がらないとか持てばいいのか、はい、こんな感じです。昨日のライブとあの同じデニムに入ってます、はい。シャワー浴びてるんですよ、はい、シャワー浴びてるんですけど、あの昨日お化粧も落とさないでもバタンキューで起きたのがお昼過ぎなんで、気がついたら噂の東京マガジンがあの無音声でテレビついてて、そういえば昨日テレビつけてるのをミュートだけかけたのそのままなんですね。そこで起きてからシャワー浴びてお化粧こんななってたので、なんとなくわかります、こんななってる感じですね。だって綺麗に直して、あのただ頭洗ってないので、それであの髪がポロポロ抜けるという状況です。はい、ということで、またよろしくお願いします。エンディングトークです。あ、でなんで昨日の撮影の続きですよっていうことを分かるようにするために、あえて昨日の洗濯物のまんまです。はい、昨日の洗濯物のまんまです。もう多分乾いてると思うんですけど、昨日の続き感を出したくて、 あえてあのこのままの状態で撮ってます、はい。2日連続の YouTube アップという、まあ、あの YouTube 上げてからかれこれそろそろ10年ぐらいになろうという私の初体験の体験なんですよ。初体験のお相手してくださいましてありがとうございます。はい、ということで、今後ともよろしくお願いします。はい、エンディングトークです。まあよく噛むこと、ということでエンディングトークです。 MTF 塾長51歳の諦めないで的なモラタリカでした。ではでは。